資本主義はこれかから終わっていっててししまうんでしょうでょメタバース NFT によって私たちが見ている資本主義は終わっていきますでも新しい社会構造が出来上がります今日はそのことについてお話していきますねまずは資本主義の第一世代はどういうふうに行われていたかってことをちょっと振り返ってみましょうこれはですね既得権益のみの資本主義になります資本主義とは最初 資本をををも,ともと持っていたものが様々な挑戦をする権利を与えられた状態だったんですよだからお金持ちであるかお金持ちの子供に生まれるか権利を持った人間として生きているかそれともそういった家にたまたま生まれるかによってその権利が資本主義が相続されるということになりました生まれながらにして田んぼもないしお金もないし知名度もないよって方はそのまんまそれで生きていくしかなかったっていうなね 完全な身分制度の時代でしたね。で、それを打ち破るムーブメントが起きてくるのが第二世代です。力のない人でも組織化することで挑戦しやすい資本主義の到来なんですよ。つまりは資本はないけども挑戦したい。知名度はないけど挑戦したい。そういう人が資本を募るわけですよ。ちょっと自分に挑戦させてくださいって感じで組織になってね。 投資資家家をを集集めめていく資本家を集めるんですよこれがだから株式会社っていう形の始まりです元は東インド会社っていうのがそういうことをやりましたねいろんな人からお金を集めてそのお金でもって事業ですとか船舶公開こういったものに挑戦してそこで得られた成果物を投資してくださった方にお返しするってことになりますデメリットとしてはね投資家への資本元本がいるんですよつまり 返さないといけないですよね。投資してもらった分。で、死んでしまった場合とか、事業が破綻した場合は、一時免責っていうのもありますけども、基本的に、事業が終わっても、それに関わったあ会社員っていうのは返さないといけないっていう義務を負います。また、うまくいっても、無限の成長の責任を持つわけなんで、ずーっとね、投資家さんに、えー、株式還元っていう形で、お金を返し続けないといけないということになります。ね、今、 株式会社っていうのがたくさんありますけどもじゃあ株を、ね、自分の会社の株を買ってくれた人に対していくらまで返せばいいのかっていうとその人が株式を持ってる限りずっと配当を出さなくちゃいけないってことになるんですよ。で配当を出さなくてもいいよってことになると株式会社にはものすごく利益が詰まっていくわけなんですけども基本的には株主のものですからね会社っていうのは。株主がその会社を一部購入することによってその恩恵をも、まあ、目論むわけですからね。 で組織化することで挑戦しやすい時代になったってことで無名な人でも有名になれたりお金のない人でもお金を手に入れやすくなったってのがこの株式会社の時代第2世代ってことになりますこれが終わるってことなんですよで終わって第3世代これから始まるメタバースや NFT の時代っていうのは何が起きるかっていうと個人とか一人きりでももっともっと今以上にね挑戦しやすい資本主義が来ますよってことなんですよつまりは資本がないが挑戦はしたい アンド、プラスですよ、投資家への責任も負いたくないっていうふうなね、ものすごく、挑戦する人にとって有利でしかないような状況が今できたってことなんですよ。そのためにトークンを発行するっていう手段が、これがブロックチェーンであり、メタバースであり、NFT だよってことになってきます。投資家さんはね、そのトークンに対して、紙切れになることを覚悟して、クリエイターのトークンを購入するわけなんですよ。そしてトークンの発行者、つまりクリエイターさんにも、 決して責任追及がねされないっていう前提があります <laughs> もちろんねトークンの発行者がまるまるの詐欺であるってことも覚悟しながら投資家さんはそのトークンを購入しますメリットとしてはクリエイターの出した成果物そのものが報酬になるんですよトークンを購入しますクリエイターさんはトークンを発行してお金を集めた傍ら 自分のやりたい挑戦をどん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 具現化していくわけなんですよね。その進行進捗状況に合わせて、トークンの価値が上がっていって。あれ、あの人のやってる活動すごいよね。あの人のトークン、自分も買っておこうかな。っていう時にはもう値段が上がってるわけなんですよ。まあ、ですんで。あの、クリエイターさんは。出資者に対して、何だ責任を負わないんですけども。トークンってものが、売れれば売れるほど、値段を上げていくんで。 トークンを持っている人も途中でそれを売却したりさらに買いましたりクリエイターさんにお返ししたりとかさまざまなアクションが取れるわけなんですよねもちろんそれが紙くずになることもありますそれを覚悟しての上なんですよだから株式会社の制度よりももっと挑戦しやすくってもっとお金が集めやすくってもっと儲かりやすくなったってことになります例えばクラウドファウンディングってやつですよねこれ寄付する感覚でお金を出すわけですけども クラウドファンディングの事業がうまくいった暁には何らかのメリットが得られるということになります。オンラインサロンもそうですよね。オンラインサロンに参加してお金を払い続けるんだけども、でもそのオンラインサロンがものすごくね、有名になったり力をつけていくと、初期の頃から参加していた方にもものすごく大きなメリットとなって帰ってくるわけですよ。で、基本的にはクリエイターさんの発想が現実化するところが見たいというファンによって支えられているのが、 このの第三世代のコミュニティになってきますこの第三世代型の資本主義とちょっと過ぎ去ろうとしている第二世代型の資本主義との違いっていうのは社長が社員に給料を払って社員に教育を施して結果会社の利益を狙っていくっていうふうなハイリスク型資本主義ではなくてこれからの世界っていうのは社長が社員から 会社の利用料。自分の作った会社の利用料。あなたは社員になりたいんだったら、会社の利用料を払ってくださいよって感じでね。利用料をいただき、で、人材育成は個人がするもの。自己責任でするものなんですよ。確固の自己成長。だから社長が人を育てる必要はないわけですよね。もちろん育ててもいいわけなんですよ。そのためにオンラインサロンというので情報提供する社長というかリーダーとかね、管理者がいるわけなんですけどね。で、社長の発想の現実化による恩恵を社員は 金銭以外の方法でも受け取ることができるんですよ。もちろん金銭でも受け取ることができますけどもあの、あの社長と同じコミュニティに入ってるんだってっていう風なね、まあ名誉的な恩恵も受け取ることができますし、その他所属しているその会社の資源を使うことができるという恩恵もありますよね。だからさらに誰でも挑戦しやすい資本主義っていうことになるわけなんですよ。これをね、漫画で例えていきましょうか。 ね、漫画で育てるの好きなんですけどもあの初めの一歩っていう、ね、ボクシング漫画がありますこれは登場人物の主人公である幕内一歩くんが有名になっていくそういった過程を描いてるんですけども、まあ、この、ね、一歩くんはチャンピオンになるんですけどもチャンピオンになってから目立ってファンになる人チャンピオンだからこそ人目に触れてその時に「ああのチャンピオンかっこいいなどんな人なんだ」あ「あ初めの一歩」っていうんだ。 幕の内一歩っていうんだ何より過去を探ってみるとおお面白い人だな好きになっちゃったみたいなねファンもそれも大事なんですけども幕の内一歩がまだねチャンピオンでもないしプロボクサーでもない時代から支えてくれた人はどうでしょうかもっともっと大きな恩恵を受けてるんじゃないかなってことなんですよ例えば登場人物のお母さんとか梅沢くんていじめっ子っていうのはこの一歩くんの最初からのファンですから最も深い感動と恩恵が あるんじゃないかなってことですよねちょっと一旦ここで、えー、動画の方を閉じさせてもらいますね